休憩前に引き続き会議を開きます。日程に従い、一般質問を行います。順番順に19番小西君。19番小西君。はい、2日目の最後になるかどうか、できるだけ早いこと終われるように、辻元さんに回せるように、いい答弁いただけますように、よろしくお願いいたします。はい、議長のお許しをいただきましたので、通告に従いまして、一般質問を始めさせていただきます。今回は2項目、通告させていただいております。1項目目、遊ぶ力、そして生きる力ということで、前回にもこれに似た内容の質問をさせていただいております。はい、その昔、子どもたちは自由で活動場所は広く、遊びはスリリングでした。安心安全とは程遠かったのですが、思わぬことが起こるから楽しく、想像力をかきたて、遊びを発展させてきました。また、物がなかったので、知恵を働かせ工夫しました。ないことが豊かな感性を育んだと思います。しかし、今はできる限り、困難を取り除こうとする社会の傾向があり、子どもたちの経験は単調になりがちです。子どもたちに必要なものは、時間を忘れることができる、成長を実感できる、理不尽さも受け止められる居場所です。そして楽しさは、与えられるものではなく、作り出していくものです。もちろん、優しく安全な社会が良いのですが、そればかりでは子どもは育ちません。適度の困難を与え、それを乗り越えることにより成長できるのです。そういった観点から、平成28年3月定例会にて、子どもたちの遊びは小学校の放課後、校庭の開放について質問をしてまいりました。子どもたちは放課後の自由遊びの中でも成長する場面はたくさんあります。例えば、集団の中で遊ぶときには、相手の気持ちを伝えたり、相手に気持ちを伝えたり、気持ちを汲み取ったりすることが大切になります。子どもたちは試行錯誤を重ねながら、人とのコミュニケーションの方法を学んでいきます。この相手が異年齢なら、コミュニケーションは幅がさらに広がります。また、友達と楽しく遊ぶためには、自分たちで決めたルールを守ったり、我慢したりすることも学びます。このように子どもたちにとって遊びは大変重要なものですが、近年は公園での禁止事項が増えたり、子どもに関わる事件が多発したりすることにより、子ども同士で外で思いっきり遊べる機会が減ってきました。そしてこんな時代だからこそ、我々大人が責任を持って、群れて自由に遊ぶことができる場所を子どもたちに取り戻すべきだと考え、以下お聞きいたします。諸目項目1、教育委員会として子どもたちの遊び場、環境の重要性について見解をお聞きします。2、橋本市の公園について、数、広さなど当局の見解は。続きまして、大項目、2項目目、電力自由化による予算削減。これまでは地域で決められていた電力会社としか契約ができなかった電気。2016年の4月の電力自由化以降は、現在の電力会社だけでなく、新たに参入する電力会社からも電気を契約できるようになり、電力自由化でメリット、デメリットがさまざまである。これまで28年度の予算審査特別委員会、また27年度決算審査特別委員会と1年にわたり、電力自由化、電気代削減に向けて、再々質問をしてきましたが、進捗状況をお答えください。以上、こちらからの質問を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。19番、小西君の質問項目1、遊ぶ力、生きる力に対する答弁を求めます。局長。
子どもたちの遊び場、環境の重要性について教育委員会としての見解をお答えします。いつの時代でも子どもたちが群れて集団で遊ぶことは非常に重要であり、教育的にも必要な学びの場であると考えます。本市の子どもたちの状況を見てみますと、スポーツクラブ等の社会体育で体を鍛えている子どもたちもいますが、外で近所の子どもたちが集まって群れて遊ぶ姿を見かけることが少ない状況です。一方、携帯電話、スマートフォンの所持率およびインターネット利用時間が全国平均を上回り、子どもたちの遊びにさまざまな影響を及ぼしている状況です。このことが大人になっても人と関わる力が弱い、誰とでもコミュニケーションすることができない、集団に馴染めない、忍耐強く取り組めないなど、さまざまな影響を及ぼしているように思えます。本市では昨年度、橋本市 PTA 連合会、橋本市青少年健全育成市民会議の要望を受け、市長が橋本市子どもスマホ宣言を提唱し、スマホ使用時間を減らす取り組みを進めています。またこれと合わせ、放課後子ども教室等で外遊びを含めた体験学習等を進めているところです。平成29年度より地域とともにある学校を目指し、各小中学校に学校運営協議会を設置して、協議会会員から意見をいただくとともに、地域住民や保護者から支援をいただきながら、地域連携を深めていきたいと考えております。また、各中学校区に地域学校支援本部事業である教育コミュニティを置き、学校支援や地域と学校のネットワーク作りを進めていく予定です。今後、これらの教育体制の下、子どもたちが群れて自由に遊べる環境づくりに取り組んでいきたいと考えています。また、遊びに必要な三間である仲間、時間、空間に加えて、手間も加えながら、お互いが学び合い、育ち合いのできる体制づくりを進めていきたいと考えています。19番、小西君。あ、県部長。次に、橋本市の公園について、当局の見解はというご質問にお答えします。本市が都市公園として管理している公園数は、市内全域で56箇所。面積は 100.54 ヘクタールとなっています。これらの公園は本来市民の誰もが自由に使えるものですが、時代の流れとともに遊ぶ子どもの声がうるさい、幼児も利用するので危険、ボールが家に当たったなどの苦情が寄せられるようになりました。そのため危険性や被害が出る可能性があると判断した公園では、他の人の迷惑となるボール遊び禁止等の看板を設置したところもあり、子どもたちにとっては集団で自由に遊ぶことに制限のある魅力に欠けた公園となっています。そのため他の自治体ではボール遊び等ができる公園に対する要望を受け、さまざまな取り組みが行われています。本市としてもそうした先行事例を参考にするとともに、教育委員会と連携を図りながら検討が必要であると考えています。19番、小西君、再質問ありますか。19番、小西君。はい、答弁ありがとうございます。答弁をいただいた中でですね、まあ、建設部長でも言っていただいたように、まあ、都市公園においては、時代の流れであるとか、まあ、まあ苦情の問題であるとか、子どもたちが自由に、好き放題といいますかね、遊べるような環境っていうのは今現状は整ってないんかなって、そういったような答弁であったと思います。そして教育長の答弁で、ありましたけども、まあ、学校運営協議会さんを、まあ、これから進めていくにあたって、子どもたちの群れて自由に遊べる場所、環境づくりっていうんですかね、
取り組んでいきたいというふうに非常に前向きに答弁をいただいたと認識をしております。でですね、28年の3月に質問としてさせていただいたのは、今の小学校下校の時間になるとですね、基本的にはもうすぐ下校になったらまっすぐ家へ帰らないといけない。で、一回家へ帰ってからまた学校の校庭に来て遊ぶ分にはいいですよ、そういった内容だったと思います。そしてそれをそのまま直接学校で遊んでもいいですよ、そういった環境ができないのかというふうな答弁をさせて、質問をさせていただいていたと思いますけれども、今回、そういう教育長の前向きな答弁をいただく上で、じゃあ一体どんなやり方やったらできるのかなというところをまた教育長にお聞きしたいと思うんですというのが、橋本市内さまざまな小学校があって、さまざまな地域性がありまして、ほんでまたその学校運営協議会といいますかコミュニティスクール等々で地域の方々がですね、学校に関わる頻度とか小学校に各小学校についてもさまざまやと思います。でそういった中で、前回もお話しさせていただいたように基本的には子どもたちが主体的になって大人がいない環境で遊ぶのが前提だけれども、やはり学校の校庭とかで遊ぶっていうことに関しては見守りの方っていうんですかね、そういった方が必要かなっていうお話もさせていただいてたと思います。そしてあれからまたいろいろと考えてみたこともあったんですけども、その子どもたちが群れていくっていう環境の中でどういった形がいいのかなって、ある小学校の地域で言うたら、小学校のグラウンドが適切かもしれない、でもある小学校で言うたら帰り道の途中にある公民館がいいかもしれない、そしてまたある学校で言うたらグラウンドはダメだけれども教室の中で遊んでもいいですよっていうふうに開放していく、そしてまたグラウンドを開放するのと同時に同じ時間帯に図書室も開放していく、そんなやり方さまざまあるかなと思ってますけども、今こうしていくっていうそこまで教育長多分答弁は難しいかもしれませんけどもね、教育長の頭の中で描いているものっていうんですか、一回お聞かせいただけたらと思います。教育長。はい、今放課後の子どもの居場所づくり、特に議員お正しの子どもが自主的に組織づくりを自分たちでしてルールづくりもして自分たちで群れて遊んでいくという仕組みづくり、これについてはいわゆる公的な部分で言いますと学童保育というのが一つございます。それから放課後子ども教室、それから児童館の出前教室等などもございます。ただこの学童保育を抜けて考えますと放課後子ども教室や児童館の出前っていうのはやはり最初から教材が与えられてそれに沿って子どもたちが楽しんでいくというそういう形になろうかと。ただ児童館へ来ていただいた場合は児童館は子どもの遊びを主体にして取り組んでいくということになりますので、さまざまな取り組みがされています。で今後議員お正しの形で言いますと教育コミュニティもございます。教育コミュニティは基本的には中学校区を中心にして地域と学校が一緒になって子どもの健やかな成長、それから地域の方々の自己実現、これを図っていくという取り組みでございます。で来年度から各小中学校すべてに学校運営協議会の設置を要望しました。実際もう各小中学校はそれに向けて取り組みを進めております。で学校運営協議会というのは3つの要件自分たちは考えています。1つは学校運営を承認する、学校運営について学校長がこういう運営をしたいということを承認する、次に、学校運営について意見を述べる、そして最後に地域家庭、学校の連携を育む、学校運営を承認して学校運営について意見を述べるということは学校運営に地域が直接責任を持つということです。そういうことで学校運営に意見を述べるところでさまざまな取り組みが生まれてこようと思います。でその一つに子どもの遊びという部会も出てくるんではないかなとそのように考えています。でこれにつきましては今後校長会の中でいわゆるモデル校を指定しながら先進的なところに学んでいくと、今で言いますとこれは自然発生的にできていますが篠田小学校、これは
親御さんが迎えに来るまで全員で一緒になって遊ぶという、そういう取り組みも自然発生的にはできています。ただ、学校運営協議会のメンバーの方々が中心になって子どもの遊びを保障していく、そしてその遊びは、いわゆる、指導する人が中心になって指導するのではなくて、子どもたち自身がそのあり方やルールや、いろんなことを自分たちで決めていく、本来の昔遊び、そういう自分たちが、飼って群れて遊んでいた時代のそういう遊びを、再現していきたいなと、このように考えています。19番小西君。はい、ありがとうございます。まあ、ですね、今後、運営協議会を立ち上げていくにあたって、遊び部会というんですか、そんなのができたらいいかなというふうな答弁をいただいたと思います。で、それで、まずはモデル校ということでどこかを指定して、試しにやっていけたらいいかなというふうにな思いだったんかなと思ってます。はい、もうぜひその通りでして、ですね、そういうふうに取り組んでいっていただけたらなと思ってます。で、それをすることによってやっぱりさまざまな問題とかっていうのも出てくると思います。他の自治体でも取り組んでいるところはあるけども、やはりこれですね、まあ、いろんな議員さんいらっしゃる中でこれ以上学校の先生方に負担を求めるのもいかんっていうふうな、そんな議論もある中で、いろんな先進事例を見てくるとですね、全く学校の先生ってこれ関わらないんですね、やり方として。本当に学校としては場所を提供するだけで、あとは本当に地域の方があとは運営をするとか、教育委員会さんが音頭を取って運営するって、そんなやり方でやっているところもありましたので、学校の先生に負担をかけずにやっていっていただけたらなと思います。それとですね、もう一個、やはり重要なことといいますか、お伝えしておきたいことというのは、やっぱりこれを行っていくにあたって、子どもの怪我とかそんなん どうすんのよって、多分教育委員会さんとしたら非常に心配になる案件なんだろうなっていうふうに僕も感じておるところですけども、兵庫県西宮市ではですね、本当にもう保護者宛てにチラシを作って、そしてまたホームページでも子どもの居場所づくり授業ということでこんな授業をしているけども、そこの原則としてやっぱり保護者の皆様へということでお伝えしていることがあってですね、やっぱりこの場所はあくまで子どもを預かる場所ではありませんと。そして、子どもに限らずですね、誰でも転倒し怪我をすることがあります。で、休業していればボールが顔に当たることも考えられます。で、で気をつけねで、そういうことがあるけれども、そこで気をつけねと声かけはしても、走ることを止めることは決してしません。そして転んで、膝をすりむいたら、なぜ転んだのか、転ばないようにするにはどうすればよかったのかを自分自身で考え、次の行動に生かしてほしいと考えているからです、っていうふうなチラシとかをですね、きっちり保護者の方に配布をして、そういったご理解を得た上で、言うならば自己責任の中でやはり子どもたちが遊ぶということを原理原則の下で実行していっていてますので、そういった体制の下で、親があれ言い出したらどうしよう、これ言い出したらどうしようという下で、やっぱりこの授業で全く価値がなくなるといいますか、前進むことではないと思います。そしてまた地域の方がですね、見守りとしてボランティアとしてまた入っていただく上でですね、実際ボランティアの方に、いろんな声を聞いてきました。やっぱり保護者の方とか地域のお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃん方が地域で、から学校へボランティアに入っていただくんですけども、逆にやっぱり子どもたちから元気をもらえると。そしてそんな環境を見ていったら、もうあれもしてやろう、これもしてやろうっていうふうにですね、さまざまなまた取り組みが新たにこの事業をもって生まれてきてるんですね、っていうことがありますので、本当に教育大綱でも書いてますように、学校開放に努めるって書いてますけども、こういった授業を軸にしていくことで、また地域の方々がさらに学校に入ってきていただけるのではないかなと思ってます。でも特に何ってあれなんですけども、そうですね、なので、最後ちょっとお聞きしたいのは、教育長前向きにこれを進めて
行っていただけるというふうに聞いておりますけれども、やはり目的を持ってですね、いつまでにこのモデル事業をできるんやというふうな、まあ、あくまで目的ですけれども、それを決めて進めていっていただくことが必要かなと思っています。局長、その辺の方、ちょっと見解をお聞かせください。局長。はい、議員お正しの件ですが、まず確認で私も同じ意見で、教職員の勤務超過にはならないような形をまず取っていきたいということは考えています。次に安全面も議員お正しの通り、私も同じように考えております。保護者の理解を得るということは非常に大事だろうと。そして今、自分たちが立ち上げようとしている学校運営協議会につきましては、要項という形で市内で作り上げていこうとしています。2年間かけて実践をしていただいて、規則化をしたいと思います。その時点でコミュニティスクールという形になります。先行して実施しているのが教育コミュニティですので、どっちもコミュニティコミュニティで非常にこうややこしい表現になりますので、ネーミングにつきましてはこの2年間でいずれかを変えていきたい、もっと分かりやすいネーミングにしたいと思いますが、とりあえず学校運営協議会につきましては2年間でコミュニティスクール化をしてみたい。でその中で今年から来年にかけて、そういう遊びを中心にして子どもたちが集う、そういう部会の立ち上げのできる学校を1校ないし2校、検討して、モデル校として実施していただきたいと、そのように思っています。ゆきばん、小石君。はい、ありがとうございます。そしたら、ぜひ実施できるように、また僕の方でもお力、協力できるところはもう精一杯していきたいと思いますので、本当にまた自由だけど自己責任の居場所づくりということで、本当の生きる力をつけるために、これが本当に必要だと思います。またこれからもよろしくお願いをいたしまして、一項目目を終わりたいと思います。次に質問項目に、電力自由化による予算削減に対する答弁を求めます。総務部長。電力自由化による予算削減についてお答えします。現在庁舎等の電力については、関西電力と平成27年4月から3年間の長期特約割引契約を締結し、その更新期限は平成30年3月31日となっています。一方、平成28年4月から電力小売りの関電自由化が開始され、県下の各自治体においては新電力に移行し、経費削減に効果を上げているところもあります。本市としても関西電力の長期特約割引契約終了後、新電力に移行の予定で検討していましたが、関西電力と6回にわたる交渉を重ねた結果、24時間稼働としている電力負荷率の高い水道施設等を含めた電気料金に対しても削減を行い、市全体で年間約4000万円余りの削減が見込める提示がありました。またこの削減については、今後3年間の契約となることから、3年間で約1億2000万余りの削減が見込めるものと思われます。一方、新電力については高負荷率の水道施設等は採算が取れないとして敬遠されていることから、電気料金の削減額は年間2000万円余りにとどまるほか、平成29年度に新電力へ移行する場合は、関西電力への違約金約100万円が発生する予定です。また、新電力と契約の場合は、毎年度入札となり、その時点の原油価格等の経済情勢等により価格の変動する上、新電力が倒産した場合は関西電力に一時的に乗り換え、その後再度の入札により新電力への切り替えとなることなどのデメリットも発生します。新電力と関西電力等を比較すると、
新電力の場合の削減額は、水道施設等を除き、庁舎、学校等で年間約2000万円余りの削減となりますが、関西電力と変更契約した場合は、庁舎、学校、水道施設等を含み、年間約4000万円余りの削減となり、年間で約2000万円余り関西電力の削減額が大きく、3年契約で約6000万円余り有利な削減額であると考えられます。また、今年度で長期特約割引契約を変更しても、関西電力への違約金が発生しないことから、関西電力との変更契約を行い、財政健全化の観点からも、本年4月からの電気料金の削減に努めてまいります。19番小西君、再質問ありますか。19番小西君。はい、答弁ありがとうございます。壇上でお伝えさせていただきましたように、予算であるとか決算の委員会において新電力の質問をさせていただいてきました。でそういった中で新電力であるとか、自利体 PPS であるとか、さまざまな電力の需要の形ですね、自分の方でも、調べさせていただいてきましたけれども、今、答弁いただきましたように、関西電力さんとですね、6回にもわたって交渉をしていただいて、その結果、年間で4000万円の削減が見込めると、そして3年契約ですから、3年で1億2000万円 の削減が見込めるという答弁だったと思います。そしてそれがこのまた29年度の4月1日からですね、また適用ということで、非常に努力をしていただいたなと、総務部長をはじめ関西課長、関西課の職員の皆様方に本当に心から感謝の気持ちを伝えさせていただきたいと思います。ありがとうございます。はい、そういった中で本当にもうですね、再質問という特にないんですけども、橋本市内にこの庁舎であるとかコミュニティセンターとか小学校とか高圧のところたくさんあると思います。そこは答弁いただいたように削減幅が4000万と。でもう一箇所だけ気になるところがありまして、病院の方になるんですけども、ちょっと会計が分かれているということで実際そっちは含まれてないかなと思うんですけども、病院として今後病院のその削減の方法とかですね、何か考えている、病院の電力の削減の方法とか何か考えていることがございましたら、教えてください。お願いいたします。病院事務局長。小西議員の再質問にお答えをさせていただきます。当院におきましては、現在、関西電力とデマンド契約を締結をいたしまして、電力の供給を受けております。この契約によります実績でございますが、平成26年度は、年間使用量約519万キロワットアワーで約1億700万円、平成27年度は年間使用量を約520万キロワットアワーでございまして約1億800万、平成28年度は見込みではございますが年間使用量を約530万キロワットアワーで約9900万となっております。なおこの28年度におきます前年度と比較して使用量が増えているにもかかわらず使用料金が減っているということにつきましては、為替レートあるいは原油価格によって変動をいたします。その結果の燃料調整額が大幅に減額となったということが大きな要因でございます。当院の電力業者さんとの交渉でございますけれども、電力自由化に伴います電気代の削減につきましては、当院でも数年前から検討をいたしております。検討にあたりまして、まず当院は橋本医療圏における中核病院でありますとともに、地域災害拠点病院、また地域がん拠点病院等の重要な役割を担っております。そのため、安心安全な医療の確保、これが最重要でございます。かつこういった安定した電力確保が絶対条件であるというふうに考えております。
そのためこれまで複数の新規事業者の皆様からの事業提案もございましたが、新規事業者との契約には未だ至っておりません。しかし昨今新規事業者様からの移動機関への電力供給の実績も少しずつ増えてきておるやに聞いております。当院といたしましては近隣の医療機関の状況も踏まえつつ電気代の縮減につきましては引き続き検討してまいりたいと考えております。でなお平成29年度に関しましては現在電力事業者の皆さんと協議交渉中でございます。結果一層の経費削減につなげて参ることができるんじゃないかというふうに考えております。以上でございます。19番小西君。はい、答弁ありがとうございます。29年度についてはですね、今まだ協議中ということだったと思うんですけども、すみません、もう一度だけ再質問させていただきたいのが、契約の月っていうのがですね、市の庁舎で言うたら来年の3月があったと思うんですけど、病院の契約は今現状どないなっているんですっていうのが、どこをゴールまでにその話交渉するのかっていうのがちょっとお聞きしたいんですけども、その点もしありましたらお答えください。病院事務局長。通年、3月末、3月現在、3月時点で、契約交渉の最終段階を迎えることになっておりまして、4月1日からの契約という形でございます。19番小西君。はい、ありがとうございます。また市の庁舎の方と同じようにですね、また努力をしていただきまして、また病院の方も予算が電気代が省けるようにまたご尽力いただきたいと思います。そしたらこれで一般質問終わります。19番小西君の一般質問は終わりました。お別れいたします。本日の会議はこの程度にとどめ宴会し、日を3月8日午前9時30分から会議を開くことにいたしたいと思います。これにご異議はありませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。本日はこれにて宴会いたします。ご苦労様でした。